トールの心臓への釘において、人々を指導するゴジの様子。J.L. ルンドが描いた絵画。ゴジ、またはゴーズイ、またはゴーディは、神官と族長を指す、このレド語の呼び方である。ジスヤは、女性神官を意味する。この名称は、ウルフィラのゴート語訳の聖書に、聖職者という意味で、グジャが当てられる形で登場する。しかし、このルド語で完全に、 ゴート語の語形に一致するのは女性系のジスヤだけである。これに対応するコノルド語の男性型は証明されてはいないもののジシーだったであろう。スカンディナビアではノルウェーのノードヒューゴロルーン石碑にノルドソ語語形で記されたグジジャ。そしてより後期のコノルド語形のゴースが2つのデンマークのルーン石碑グラビンドラップストーンとヘルネスルーンストーンに見られる。 スウェーデンのセーデルマンランド地方のガドビーのような地名もいくつか見られるが、おそらく地名としてゴジの名称が残ったのだろう。蒸気以外にはゴジが歴史的に重要だったアイスランドに由来する証拠のみが現存している。ゴジは佐賀の中で彼らの自治区またはゴザースの宗教的かつ政治的な首領として描かれている。アイスランドでは キリスト教系以前の宗教的な神殿、または、ホブは私有物であり、ホブごじ、または神殿の神官によって維持されていた。彼らは、キリスト教が到来した後も、長い間アイスランドの政治制度の重要な役割を、担った。ゴズオルズは、ごじ権または、ゴーズイ剣、主領剣を意味した。また、ごじによって支配され影響下にある領地、または地域を指していた。 アイスランドにおいて、ゴジは870年から930年にかけての開拓時代の初期には成立していた。ゴジは本来は古い神々の儀式を司る神官であったが、アイスランド共和国の時代には世俗的な権力を持つ首領を指していた。自由農民はゴジと契約することでその部下や支持者であるスイングメントなった。彼らは民会でゴジを支持することを義務付けられ、 ゴジは彼らを自分の支配地域内で保護した。また、ゴジは、地区民会を主催したり、アルシングでは判事を指名するほか、立法者の役割を果たしていた。共和国時代のアイスランドには、中央行政府がなかったため、ゴジはまず支配地域内で裁判を開き、そこで決着がつかない時にアルシングへ持ち込むことになっていた。ゴズオルズは、 開拓時代からの有力者の子孫が世襲していったが、売買や賃借ができた。このため、限られた人々が五字の地位を独占するようになり、また、五字同士の権力争いの原因にもなった。五字は、地域の交易の管理も行った。五ズオルズに船が寄港すると、優先して取引を行い、商品の価格を決めた。外国からの商人は、地元の五字や宿泊を頼む。 農場主との互い報く関係を有効に保つ必要があった。千年に開かれたアルシングでは、キリスト教を受け入れることを正式に決定し、教会も作られたが、教会は五時によって支配され、教会財政の財源として10分の一税が徴収されるようになってもその状態は続いた。13世紀に教会の勢力が五時側に勝ったものの、この頃には、 共和国自体が崩壊していた。五次同士の争いが激しくなり、これが、かねてよりアイスランドの領有を望んでいたノルウェーによる政治介入を招き、ついに、ノルウェー王方向に温泉によって、アイスランドが、ノルウェーの支配下に置かれたのである。1271年に、ノルウェー法、ジャーン・ソーサ、イズ、ノーがアイスランドにも導入されたことによって、五次の制度は廃止された。 語辞という言葉は、ゲルマンのネオペーガニズムの様々な宗派、特にアサトルにおける、現代の信者による聖職者の肩書きとして、多くの場合に用いられている。日本語訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。